ばかりは、国立天文台の配布サイトからダウンロードできます。インストールのためのマニュアルも用意されています。インストーラーを実行すれば、自動的にインストールされます。インストール後に作られるデスクトップのショートカットをクリックすると、すぐに実行できます。画像を読み込むには、メニューバーのファイルで開くを選択するか、アイコンの開くをクリックします。初期設定では、筆形式のファイルのみが表示されています。画像ファイルを開く、ダイアログでフォルダーを開き、ファイルを選択し、開くボタンをクリックします。画像サイズの大きさによっては、全部が表示しきれないこともあります。アクティブな画像ウィンドウ上でマウスを動かすと、マウスを置いた座標 XY の数値が情報バーに表示されます。他の形式のファイルを選ぶときは、ファイルの種類のタブをクリックして、ファイルの種類を変えて選択します。画像ウィンドウ内で全て表示しきれなかったり小さすぎたりする場合にはルーペマークのアイコンをクリックして表示の拡大縮小を行います。メニューバーのウィンドウから重ねて表示、上下に並べて表示、左右に並べて表示を選択すると作業がしやすくなります。見かけ上ですが、画像の色を変えて表示することができます。対数表示のチェックボックスをオンにすると、階調差のある画像を表現するのに便利です。表示範囲のスライドバーの白三角は最高輝度、黒三角は最低輝度を示しています。ドラッグして動かすことによって、詳細な構造が見やすくなります。数値を直接入れることも可能です。アイコン以外にメニューバーの画像表示メニューからレベル調整を選択することもできます。輝度ヒストグラムが表示されますのでスライドバーで調節してください。ここでも数値入力ができます。ヒストグラムは拡大、縮小ができますので、さらに微調整することも可能です。筆ファイルは一つのファイルの中にヘッダーと呼ばれるファイルの情報部分とデータ部分があります。筆ヘッダーを参照するには画像情報メニューから、筆ヘッダーを選択するか、筆ヘッダーアイコンをクリックします。筆を読み書きできるソフトウェアはヘッダーをまず読んでからファイルの表示など様々な処理を行います。画像情報の中には、観測時刻、
画像中心座標、観測機器、フィルター、画像処理の履歴などが入っています。ヘッダーは世界共通の形式となっています。ブリンクとは複数の画像を短い時間で繰り返し切り替えて表示する機能です。メニューのデータ処理でブリンクを選ぶか、アイコンのブリンクをクリックします。小惑星などの移動天体の探索、あるいは超新星や変更星などの検出を行うには、同じ空の領域を時間を変えて撮影し比較します。動画を見ているような表示方法でもあります。画像をリストで選択し、開始ボタンをクリックします。画像の位置が一致していなければ、移動カーソルボタンでブリンクしながらリアルタイムに修正できます。基準となる画像に対するズレの量をメモしておき、画像演算、メニューの平行移動で修正します。マカリの大きな特徴の一つは、このグラフ機能です。グラフ機能を使うには、メニューのデータ処理でグラフを選択するか、アイコンのグラフをクリックします。グラフを描画するには、マウスで画像上のグラフを描きたい場所の開始点に置き、マウスの左ボタンを押してそのままマウスを動かす、ドラッグすると直線が現れます。この直線は任意の方向に伸ばすことができ、終了点で左ボタンを離すと、描かれた直線で画像を切った輝度の断面グラフがグラフダイアログに表示されます。グラフをクリックすると、縦方向に線が現れ、左上にその座標とともに輝度の値が表示されます。この縦線を左ボタンでドラッグして動かすと、元の画像に描かれた直線に1マークが出ます。特定の点の輝度を調べたい場合には便利です。グラフの縦軸、横軸のスケールは自動的に設定されていますが、スケール設定、機能を使って分かりやすい表示にすることができます。表示されたグラフは、その数値データを CSV 形式ファイル、あるいはテキストファイルに出力することもできます。CSV ファイルは、Excel などの表計算ソフトで直接読むことができます。地図の等高線のように、画像の輝度の等しい点を結ぶのが、コントア機能です。コントア機能を使うには、メニューのデータ処理でコントアを選択するか、アイコンのコントアをクリックします。コントアの本数は初期設定では10本です。注意しなくてはならないのは、画像表示設定によってコントアの描かれ方が違ってくることです。最高輝度の白三角、最低輝度の黒三角で設定した範囲を10段階に分ける仕様となっています。コントアの本数は増やすことも可能で、合わせて表示設定を変化させることによって強力な道具として使えます。画像演算、メニューから加算、減算、乗算、除算などの計算ができます。メニューには、加減乗除の演算方法を選ぶ、ダイアログが現れます。画像演算、メニューで、減算を選択すると、減算の設定ダイアログが現れます。ここで、対象の画像に対して、定数ばかりで表示中のファイル、あるいは、新たに読み込む画像ファイルのいずれを演算させるのか、チェックマークで選択をします。プレビューのチェックを入れておくと、選択した時点で処理が始まりますので、同時に画像の位置合わせもできます。
OK ボタンをクリックすると対象の画像が演算結果画像になりますので、ここで慌てて保存のアイコンをクリックすると対象の画像に上書きしてしまいますので注意が必要です。マカリは明るさを測定することができます。データ処理から速攻を選ぶか、アイコンの速攻をクリックします。速攻モードが表示されますので、通常は開口速攻を選択します。マウスのカーソルが変化して緑色の円形になります。測定したい構成でクリックすると開口速攻の結果がウィンドウに現れます。星の明るさと背景の空の明るさを測定して、その引き算の結果も計算します。測定結果は CSV ファイルに保存できます。Excel で開いて結果を整理することができます。マカリにはスペクトルの測定機能があります。これにはグラフ機能を使います。ここでシフトキーを押しながら範囲指定をすると区形の領域を選択できます。ノイズが小さくなるので解析がしやすくなります。ヘッダーにスペクトルの波長情報が含まれているとカーソル位置の波長を表示します。測定結果は CSV ファイルで出力できます。 Excel で開いて結果を整理することができます。マカリを知るためにパオフィッツの教材とマカリパーフェクトマニュアルが入った書籍があります。あなたもできるデジカメ天文学です。